この動画が予定通り出ていれば、7月9日で2本目の動画になっているかと思います。1本目の動画をまだご覧になられていない方は、後でそちらもご覧いただけると嬉しいです。それはさておき、今回の動画は、MTG に関して、皆様が非常に馴染み深く使っているであろう、とある用語が、実は現在すでに廃語となっており、新しい呼び方へと呼び改めなければならない、ということを周知する動画です。その用語が何かと言いますと、ズバリ、トライバル、日本語で言う、部族です。とは言っても、MTG には、部族という言葉の定義、2つありますよね。1つ目は、カードタイプの1つである、部族です。ニガバナ、すべてはチリなどが持つカードタイプのことですね。こちらは2024年に行われた大規模エラッタにて、カードタイプが、部族であるカードは、すべて、同族へとテキストが変更された上、さらについ先月、2024年6月に出たセット、モダンホライゾン3では、エラッタではなく、実物のカードに、部族ではなく、同族という文字が実際に印刷されたカードが出たばかりなので、すでに皆様、ご存知のことと思います。こちらについては、今更周知するまでもないですね。そして二つ目が、特定のクリーチャータイプに対して恩恵を与えたり、シナジーを形成することを指す意味での、部族。つまり、部族カードとか、部族デッキとかの用法をする、部族になります。人間、マーフォーク、スリバーなどのクリーチャータイプには、シナジーを与える、部族カードが多く、部族カードをかき集めて組んだ、部族デッキという分類のデッキ構築もあるので、皆様ご存知かと思います。ところが、こちらの意味での、部族についても、実は現在の MTG ではすでに廃語になっているのです。ウィザーズ社員のマーク・ローズウォーターさんは2023年6月19日に、ウィザーズ公式サイトにて公開された、得られた教訓その4というタイトルの記事において、部族シナジーがテーマである2017年のセット、イクサランについて、裏話を聞かせてくれているのですが、その中で、トライバルという単語には、文化的に悪い印象があるため、我々は、トライバルという言葉を使うのをやめた。代わりに、タイパル、つまり、タイプ的という言葉を使うようにした、とのことです。そして、マーク・ローズウォーターさんのブログ、ブロゲイトグにおいても、クリーチャータイプについての話をするときには、やはり、トライバルではなく、タイパルという言葉を、最近では使うようにしているようです。そういうわけで、MTG において、従来、部族デッキとか、部族カードとか呼んでいたものは、タイプ的デッキとか、タイプ的カードと、今後は呼び改めなければならないようです。実はこのチャンネルでも、部族という言葉を使うのをやめて、タイプ的という言葉を使うかどうかを、ここ数ヶ月間、ずっと迷っていました。何しろ、タイプ的という言葉、日本ではあまりにも定着していませんでしたので、突然、タイプ的という言葉を私だけが使い始めても、混乱を招くだけかな、と思ったのです。しかしながら、今日出したもう1本の動画でもお話ししたのですが、価値観は常に最新にアップデートしていきたい、という思いが私の中であり、そうであるならば、やはり、部族ではなく、タイプ的という言葉を率先して使っていくべきだと思ったのと、ちょうど先月の2024年6月に、日本語版の MTG Wiki の各ページの、部族という言葉がタイプ的と書き改められたらしいのと、そして何よりも、セット全体でタイプ的シナジーをテーマとしている、スタン向け最新セット、ブルームバロウのプレビュー開始が間近に迫っており、それに伴って公式から出る記事等でも、部族ではなく、タイプ的という言葉での解説が行われる可能性が高い、といった事柄を鑑みて、今から率先して、タイプ的という言葉を積極的に使うようにしよう、という結論に至りました。そういうわけで、今後当チャンネルでは、部族デッキとか、部族カードという言葉を使う代わりに、タイプ的デッキとか、タイプ的カードという言葉を使うようにしていきますので、よろしくお願いいたします。とはいえ、しばらくの間は、タイプ的、括弧部族、のように、注釈をつけて分かりやすいようにはしていきます。タイプ的という言葉、ちょっと耳慣れない言葉ではありますが、Twitter が X に変わっても、皆様すぐに馴染んだと思いますので、きっとこれにもすぐに慣れることと思います。今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。